牽引車は何らかの理由で自力運転ができない。他の電車などの最前部もしくは最後尾に連結し、本線上を運転するための事業用電車の一種である。雲屋143型車内に搭載されているジャンパー、非牽引車両の工場への入場や配置転換の際の配給列車や工場出場時の試運転列車の先頭に立ち、単独で自力走行できない車両の牽引。 制御をするための車両である。電車の自力走行ができない理由として、下記のような場合がある。そのため、牽引車は、主管制御機がある運転台、主制御機、主電動機を有し、各線区にて、多種の形式の電車を牽引するため、数種類の ATS、ATC に対応した、保安機器、及び、各車両形式を制御するために必要な、ジャンパ連結機、 制御信号の読み替え装置を搭載している。日本国有鉄道を例にとると、80系電車が登場するまでは、電動車には運転台があるのが当然であり、工場への入場に際しても、蒸気の故障の場合を除いて経営者は必要なかったが、80系以降の電車は、先頭車を付随者とし、電動車を運転台のない中間電動車とするケースが多くなり、 新生能電車では、これが標準となったことから、こうした制御不随車や中間電動車を制御牽引する車種が必要となったものである。こうした要請から、多くが新性能車と旧性能車両方の牽引・制御が可能な構造となっていた。なお、機関車を使用せずに、電車の一種としての牽引車を使用したのは、 国鉄の組織上電車と機関車は別の部署にあり、運転手の職種としても別であったことから、電車側の都合で、機関車を自在に使用することが難しかったためである。他の事業用車の例に漏れず、陳腐化した休憩車両を改造したものが多いが、雲蛛屋143型のように新造されたケースもある。その任務上、両運転台車がほとんどである。中には、工場内専用として、 鉄道車両としては除籍された車両を改造の上使用することもある。また、営業用車両を牽引車代用として使用するケースも多い。国鉄時代は一両から数両単位で全国規模で車両が配置転換される場合が多いことから、編成内で各車両の検査サイクルがずれる場合が多く、 配点先や工場での検査などの改装に牽引車の登場が多かったが、国鉄分割民営化前後から車両の管理を従来の一両単位から編成単位で取り扱うケースが多くなったことや、機関車の使用が従来ほど難しくなくなったため、牽引車の出番は少なくなっており、車両基地や工場内での車両の入れ替えが主な任務となっている。国鉄末期には、 老級化した複数の事業用車両を一両で置き換えるため、救援車としての機能を併せ持った車両も登場している。電車ではないが、マヤ34などの検測車を牽引する場合もある。国鉄時代は、検測車も機関車牽引であったが、JR 旅客各社は、機関車の廃止を推し進めてきたため、マヤ34も相当連結機を装備し、電車での牽引に対応させている。 施設では営業者と兼務している場合もある。ありがとうございます。